ニューヨーク市警察でのマグショット。チャールズ・ラッキー・ルチアーノはアメリカ合衆国のマフィア。イタリア系犯罪組織のコーサノストラの最高幹部、組織改革者で犯罪真事系との立案者。本名はサルバトーレル・カーニア。マフィアの古いしきたりを止めてビジネスとして組織し、人種にこだわらずにアメリカにあるような合理性を追求して勢力を拡大した。 イタリアへ追放されてからは、麻薬コネクションを形成し、暗黒街を大いに止ませた。1897年11月24日に、イタリア王国のレルカラフリッティ村の貧しい家庭に、利用鉱山で働く労働者の父のアントニオと母のロザリアの間に次男として誕生する。ここは、シチリア島、パレルモ近くの町であり、食べていくのが精一杯の貧しい家庭だった。 そのため家族でアメリカに移民することを決めた。サルバトーレ自身はシチリアではまともな教育を受けることも満足に食べることもなく成長した。1906年11月に両親と4人の兄、妹とニューヨークに移住する。アメリカではシチリアの年収が1日で稼げると聞いていた。しかし実際にはアントニオはまともな仕事にありつくこともできず。 日雇いの労働者となって家族を養っていかねばならなかったので家族が描いたアメリカンドリームは崩れたのだった。ロアーイーストサイドの悪夢のようなスラム街で少年時代を過ごしこの時のことをルチアーノは人生最悪の経験と語っているそうした環境の中で犯罪の世界に足を踏み入れていった最初に警察サタになったのは1907年に万引きで 検挙された時である。少年時代にファイブポインツニャングに身を投じた。後にシカゴのボスになるアルカポネと出会ったのはこの頃である。その後カポネがシカゴへ行く時には選別も渡している。生涯を通じて重要なパートナーとなるマイアー・ランスキーとの出会いもこの頃のことである。ルチアーノが小遣い稼ぎでユダヤ人の用心棒をやっていた時にルチアーノは ランスキーに、アイルランドの連中から守ってやるから、金を払いなと言った。すると頭一つ分小さいランスキーは、用心棒そんなものくそくらえ。と言い、ルチアーノを睨んだ。体格差に屈しない、ランスキーの度胸にルチアーノは驚いたという。この時から二人は、生涯通じての友人になった。二人のことをよく知るベンジャミン・シーゲルは、 彼ら二人にはまるで恋人のような強い絆があったと語っている。さらにその後、ジョー・アドニス、ビート・ジェノベーゼ、フランク・コステロラのイタリア系犯罪者や、ベンジャミン・シーゲル、ダッチ・シュルツ、ルイス・バカルターラ多国系移民の犯罪者とも親交を持つ。その後麻薬ビジネス、売春業などで儲けるようになると、世界屈指の一流ホテルである。 ウォルドルフ・アストリアの豪華なスイートルームにチャールズ・ローズなる偽名で住んだ。若い頃の彼は洒落た格好をしたニューヨークのプレイボーイで常に美女軍団を連れてストーククラブで大番振る舞いをしていた。1923年9月14日にニューヨークで行われたボクシングの試合を見に行った時、ルチアーノがワイローを送っている政治家、裁判官、警察関係者たちは 会場でルチアーノを見かけると次から次と握手を求めてきた。この時ルチアーノは権力の凄さを実感したという。1928年頃になると各地の組織と協力しないと今後は生き残っていけないと考え、シカゴを引退していたジョニー・トーリオたちとザ・セブン・グループという穏やかな同盟関係を構成する。翌1929年5月には ニュージャージー州アトランティックシティのプレジデントホテルで全国から集まった若手ギャングスターと会議を開く。この会議でファミリー間の地位は大きさに関係なく同等というその後のコミッション性が考えられた。10代の頃より詳細を発揮し、イタリア人同士の対立にはできる限り関与せず、友人たちと中立の立場にいた。 しかし1920年後半にジョーマッセリアとサルバトーレ・マランツァーノの間のカステランマレーゼ、戦争が本格化すると、どちらかにつかざるを得ない状況になってきた。まず、マランツァーノが一家に誘ってくるが断る。その理由は、一緒に組んでもよいが、ランスキーたちシチリア人でない人間を組織から外せ、という条件にあった。申し出を断ったことにより、ルチアーノは、 マランツァーノ一家から暴行を受け、顔に傷跡が残るほどの重傷を負う。その後、マッセリアと協定を結ぶ。しかし、この頃ルチアーノは、武力で相手を抑えつけるマッセリアのやり方には、何のメリットもないと感じていたし、シチリア人だけにこだわるマランツァーノの組織は、時代遅れだと思っていた。そのため彼ら旧時代のボスたちの時代を終わらせようと考えていた。 カステラ・ン・マレーゼ戦争はマッセリアの勢力が大きかったが、徐々にマッセリアの形勢が不利になってくると、最後にはマランツアーノ側につき、マッセリアの暗殺に加担する。1931年4月15日午後に、コニーアイランドのイタリアンレストラン、スカルパート・デル・チアーノは、マッセリアを食事に誘い、食後カードゲームを始めてしばらくすると、トイレに行くため席を立った。 その間に4人の殺し屋が入ってきて、マッセリアを射殺した。警察にトイレの時間が長かったことを聞かれたルチアーノは、俺は一度始まると、なかなか終わらない立ちでねと超小便の習慣があると、言い,い、悪びれた様子はなかったという。その後、1931年5月に、ニューヨークの大ボスとなったマランツアーノや、ジョゼフ・ボナンのらと、シカゴで行われた、 ギャングスターの会議に出席する。この時のアルカポネのことを逮捕が近かったせいか気が気ではなく顔が真っ青だったと回想している。その後、シチリア人だけの組織に固執したマランツァーノも暗殺する。マランツァーノも危険分子であるルチアーノを消そうと企んでいたが、ルチアーノはそのことを内部情報で知っており、先手を打ったのである。 その後48時間以内に全米に残った口ひげ、ピートと呼ばれる旧時代のボスたちを殺すか強制的に引退させた。これがシチリアの番頭の夜と言われる事件である。しかし、ルチアーノによれば、そんな大量虐殺の事実は一切ないと言い,い、警察の記録でもほんの数人のギャングが殺害されただけということになっている。ルチアーノは組織力に優れ、 マランツアーノが考えた、ニューヨークの縄張りの五大ファミリーへの固定化を実行し、他にも、各地のイタリア系犯罪組織の統合を目指した。また、犯罪集団にとって、互いに争いをなくして目立たず潜在化することが、利益につながることを解いて、他国系移民の犯罪組織とも協力して、犯罪シンジケ系との構築と運営の合議性化、制裁機関の設置などを考案した。それまで、 血縁関係、古いしきたりに従って動いていたマフィアをアメリカナイズされた近代的なビジネス組織へと作り変えていった。彼自身もボス同士の互いの公平な立場を強調してトップの地位を目指さないようにし信用を集めている。ルチアーノは勢力拡大のため政治家とのつながりを強めようとしてニューヨークの民主党代表のアルバート・マルティネッリと信仰を持ち、 1932年の選挙の際、民主党に多額の選挙資金を送った。この頃には自分の数多くの事業が年に20億ドルになると見積もっており、憧れだったニューヨークの最高級ホテルであるウォルドルフ・アストリアに偽名のチャールズ・ロスで入居して高価なスーツとフェドラボとカシミアのコートなどを着て注目を集めて、 住人のフランクシナトララセレブリティと交友関係を持った。1936年に野心家のトーマス・デュイイ検事はルチアーノを公共の敵ナンバーワンと名指しし厳しく追求した。そのため当時引退したギャングが集まる街だったアーカンソー州ホットスプリングスに身を隠した。この時、古くからの友人のオーニー・マドゥンに生活の面倒を見てもらう。 しかし4月1日にカジノで遊んでいたところ逮捕される。マドゥンが用意した優秀な弁護士を雇い5000ドルですぐに釈放されるが、デューイ側はすぐに再逮捕し、ニューヨークに連行された。ルチアーノ側はアーカンソー州のカール・イーベーリー司法長官に5万ドルの賄賂を交換に釈放を求めたが断られた。裁判では殺人、酒の密造、密売、労働組合の強括。 見かじめの取り立てなどの数多くの容疑がある。しかし有罪になったのは彼が犯さなかった数少ない犯罪の一つである強制売春で売春事件としては異例の禁錮30から50年の刑を宣告された。この時の裁判で検察側が出頭させた証人の多くは当局の指示に従わないと逮捕すると脅迫を受けた売春婦たちで、 ルチアーノに対して不利な証言をさせていた。そこまでしても、竜イ側は、何としても、ルチアーノを投獄させたかったという。ルチアーノは、私は多くの不法行為に関与したが、強制売春だけはやっていないと無実を主張したが、その後10年近く刑務所で暮らすことになる。ギャングが、監視体制の厳しさからシベリアと恐れていた、ダンネモーラ刑務所に送られた。 投獄されるがその県政は衰えず、刑務所内から面会に来たマイヤーランスキーやフランク・コステロたちを使い、組織犯罪の指揮を取り続けた。刑務所の中でも大きな権威を持っていた。刑務所ではラジオを置く、新聞を取る、労働はせずに快適に暮らしていた。しかし、服役中の第二次世界大戦勃発により、天気が訪れる。大戦が始まると、 東海岸一帯、特にニューヨークの港はドイツによる U ボートの攻撃やもろもろの破壊活動を受けていた。当時フルトンフィッシュマーケットのようなニューヨークの港はよそ者が紛れ込むのに都合のいい場所と見られており、なおかつルチアーノのマフィア組織の支配下となっていたので警察や軍の関係者が行くと身構えられてしまっていた。不当や繁華街での情報活動に アメリカ海軍はマフィア組織との協力が必要だった。こうして通称暗黒外計画が始まる。ルチアーノ自身はドイツの陰謀を利用して市民の不安を煽れば刑務所から出られると考えアメリカ海軍に協力し、鳩場でのスパイ監視活動やシチリア上陸作戦の情報提供を支持する。マイヤーランスキーラを刑務所に呼び、 はとばにおける自分たちの支配力を行使するよう命じた。1941年に海軍情報部のため活動していたニューヨーク地方検事のフランク・ホーガンは協力を頼み、ルチアーノは取引をし、まずダンネモーラ刑務所からニューヨークに近いグリーンヘブン刑務所へ移してもらい、さらに第二次世界大戦にアメリカが参戦した半年後の1942年5月にはクレート、 メドーブ刑務所に移送される。1943年にアメリカ軍を含む連合軍がシチリア上陸計画を計画した際にはジョーランザからの推薦もあり、チャールズ・ハッフェンデン海軍少佐が刑務所にいるルチアーノに協力を要請した。ルチアーノはこれを承諾したが、刑期を短縮させる努力をするというのが交換条件だった。しかしルチアーノは幼児期に、 アメリカに渡ってきたので、シチリアへのコンタクトは少なかった。そのためシチリア島のマフィアとのコンタクトを持っている、ビンセント漫画のジョセフ・プロファチ、ジョゼフ・ボナンのらにも協力してもらい、シシリー・マフィアの大ボスであるカロジェ・ロビッチーにの協力を得た。ベニート・ムッソリーにはマフィアを弾圧していたので、彼らの利害関係が一致していた。なお、 ハスキー作戦が実行された7月10日以降に、シチリア南岸に上陸したジョージ・パットン率いる、アメリカ軍が上陸後わずか7日で、パレルモに進撃した事件に関して、侵攻初期の段階で、ニューヨークの刑務所に収監されていたはずのルチアーノが、シチリア島で目撃されていたという噂があるが、指揮者の間でも議論が分かれる。このことについて、トンマー・ーゾブシェッタは、ルチアーノは、 上陸作戦を助けるために、アメリカ軍部隊の上陸よりも先にやってきて、それから一度アメリカに帰り、後に公式にイタリアに送られたと告白している。だが、この点は今となっては確認は難しい。ドイツが降伏して、ヨーロッパ戦線が集結した直後の1945年5月7日に御社を求める単願書をニューヨーク州知事となったかつての宿敵である留意。 元検事に提出し、政府は大戦中の功績を認めて、恩赦を許可した。しかし、アメリカ市民権を持たないので、イタリアへ強制送還される。これは、上記のハスキー作戦への協力の見返りに当初から密約済みだったという説や、裏で、留意に多額の政治資金を送ったという説もある。同年8月には、第二次世界大戦が終結し、 1946年2月にニューヨーク港を出発した。船内では豪華なパーティーでルチアーノの送別会が行われた。参加者はマイヤーランスキー、ベンジャミン・シーゲル、フランク・コステロ、ジョゼフ・ボーナンの、オーニー・マドゥン、カルロガン・ビーの、アルバート・アナスタシア・ラ・マフィアの大物多数であった。この時港には多くのマスコミ関係者がルチアーノを取材しようと、 詰めかけていたが、アナスタシア兄弟の指示を受けて、彼らの前には、荷上げ用のフックで武装した、公安労働者が立ちはだかり、ジャーナリストたちは一歩も進むことはできず、取材はできなかった。なおこの時ルチアーノは、すぐに、アメリカに戻れるものだと思っていた。1948年6月11日イタリアへ、強制送還されると生まれ故郷のレルカラフリッティに、帰るが、 田舎の環境が気に入らず、イタリア南部のナポリで生活をする。その後一度はキューバに落ち着き、1946年12月に、マフィアの全国委員会、ハバナ会議がキューバで開かれ、議長を務めた。しかし、独裁者のフルヘンシオ・バティスタの息子もしくは孫とうまく、いかず、さらに、キューバ政府に影響力を持つアメリカ政府が、キューバ政府に圧力をかけたため、 一年後にはイタリアへ戻ることになる。最初はパレルモに住み、その後、再度ナポリに移って、スカラザのバレリーナのイゲアリスソーニを愛人にし、彼女と共に競馬場や高級レストランに毎日のように通い優雅な生活を送る。よくマスコミを自宅に招きもてなしていたという。表の顔は医療器具や家庭電化製品を扱う商人で、裏では、 麻薬やタバコの密輸をやっていた。アメリカ追放後も、レバノンの密輸業者と連絡し、トルコで生産されている非合法和兵を、レバノンで、モルヒネに加工させ、トロール船で、イタリア沿岸部、または、フランスのマルセイユに運びジアモルヒネに生成させていた。この意味で、1970年代のパレスチナゲリラの、分派たちに資金作りの方法を教えたという評価を、受ける。 もちろん麻薬に関しては、ユニオンコルスが以前より地中海で幅を利かせていたが、アメリカ本土とのコネクションを持ち、イタリアとアメリカの間に麻薬密輸ルートを築き上げ、マフィアの勢力はさらに拡大する結果となった。中継基地のキューバも手中に収めている点で、ルチアーノは間違いなく1950年代の麻薬王となった。この麻薬は、マフィアの資金源として、 彼の権威を絶大なものとした。さらにその資金をミラノの弁護士で銀行家のミケーレ振動ナを通じてマネーロンダリングさせていた。その後もシシリーマフィアとカモンラトの中を取り持ったりするなど常にイタリアとアメリカの犯罪組織に大きな影響を与え続けたが生きて再びアメリカの土を踏むことはなかった。1962年1月16日に 自伝映画制作者を出迎えるため、ナポリ空港に出向いたとき、空港で心臓発作を起こし死亡した。アメリカのマフィアは映画制作に反対していたため、ルチアーノの死は暗殺の疑いもある。遺体はニューヨークのセント・ジョーンズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。